ダニエル・スコット・ラモントダニエル・スコット・ラモントは、アメリカ合衆国の政治家。第2次、グロバー、クリーブランド政権において、第39代アメリカ合衆国陸軍長官を、務めた。1851年2月9日、ラモントは、ニューヨーク州、コートランド郡マグローの浮遊な農場において誕生した。ラモントは、ニューヨークセントラルアカデミーで教育を受け、 スケネクタディのユニオン大学へ進んだ。ラモントはデルタウプシロンに所属したが、ジャーナリストを死亡し、早期に大学を退学した。1872年、ラモントはシュート、州都オールバニで雑誌社の総務として就職した。またラモントは、民主党中央委員会の事務員となった。ラモントは1875年から1882年まで、ニューヨーク州州務省で、 主席事務官を務めた。1883年、ラモントは友人ダニエル・マニングの仲介により、ニューヨーク州知事グローバークリーブランドのスタッフとなった。ラモントは、クリーブランドの演説原稿の寄稿などの作業を任された。同年、ラモントは州軍事長官となり、クリーブランドが州知事を退任する1885年まで同職を務めた。 ラモントはまた、1889年に、ウィリアム・コリンズ・ホイットニーの下で、陶器事業に参加した。ラモントは1893年3月5日から1897年3月5日まで、グロバー、クリーブランド大統領の下で、陸軍長官を務めた。ラモントは在任中、軍の強化と近代化のため、不評連隊3体からなる連隊の導入を、 押し進めた。またラモントは、軍の記録を保管するための公文書館の建設を進め、議会に対しては、アンティータムの戦い跡地を重要戦場の一つとして、指定するよう要求した。陸軍長官退任後、ラモントは1898年から1904年まで、ノーザンパシフィック鉄道副社長を務めた。ラモントはまた、複数の銀行、商社で、 取締役を務めた。1905年7月23日、ラモントはニューヨーク州ミルブルックにおいて死去した。ラモントの遺体はニューヨーク州ブロンクスクのウッドローン墓地に埋葬された。ダニエル・ラモントの父親はジョンビー・ラモント、母親はエリザベス・スコットであった。ラモントはジュリアエッタ・キュニーと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。 エリザベス・ラモント・ジュリア・キニー、ラモント・キャサリン・ラモント・フランシス・クリーブランド・ラモント、フランシス・クリーブランド・ラモント。1888から1921、ハット・ ABC ・ミラー・センター・パブリック・アフェアーズ、ユニバーシティ・オブ・バージニア、ハット・ ABC ・ DEFG ・ US ・アーミー・センター、オブ・ミリタリー・ヒストリー、ハット・ファインド・ A グレーブ。ありがとうございます。